オリオン座デルタ星は、オリオン座の恒星で二等星。オリオン座の三つ星と呼ばれる恒星の中で最も西に位置する。ほぼ天の赤道上にあるので、ほぼ真東から上り、ほぼ真西に沈む。5つ以上の星からなる多重連星系と考えられている。デルタ星 A は、三重連星で、 5.732日の周期で周回する AA1 と AA2 からなる AA 成形の周囲をアブが346年以上の周期で周回している。A 星は AA1 と AA2 が互いに遠平し合うことで変更するアルゴル型変更性に分類される。この他にデルタ星 B と B 型主系列星のデルタ星 C が存在する。一天文衛星ヒッパルコスによる 観測結果では、太陽系から約690光年の位置にあると、されるが、デルタ星系が属すると考えられている、オリオン・ザ・オ b ビアソシエーションの他の構成は、約1240光年以上の距離にあると、考えられており、正確な距離は分かっていない。また、2018年に公開された、ガイア計画の第2期データでは、デルタ星 B は、約1270光年。 デルタ星 C は約940光年の距離にあるとされており、この数値が正しければ C 星は連星系を成していない可能性が高い。以下の表は太陽系からの距離を約1240光年とした場合のデルタ A 星系のパラメータである。学名はデルタオリアニス。固有名ミンタカの由来はアラビア語でジャウザーの帯という意味の ミンタカ・アル・ジャウザーを語源としている。2016年7月20日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループは、ミンタカをオリオン・ザ・デルタ星 AA の固有名として正式に承認した。10世紀に活躍した天文学者アブドゥ・ラフマーン・スーフィーの星座の書では、ジャッパールすなわちジャウザーの星座は37の星から成り立っており、 そのうち、第26世、第27世、第28世が、オリオン座の三つ星に当たるとしている。この三つ星に対して、ジャウザーの帯という意味のミンタカールジャウザーや、ニタークアルジャウザー、またはニザーム、ナズムナズムアルジャウザーファカールアルジャウザーなどの呼び名を伝えている。このうち現在のデルタ星に当たるのは、第26世であり、 帯にある明るい三つ星のうち一番前のもので二等星であると説明されている。ありがとうございます。